はい、どうも皆さん、こんにちは、カンタです。今日は大抽選会が来た場合の完結まとめ、超プレイ級ウルトラの続報をまとめていき、勝負の累計開封をしていきたいと思います。最後まで見ていってもらえると嬉しいです。まずは大抽選会の登場日に関してです。直近3年間の登場日を見てみると、2019年が10月24日、2020年が10月20日、2021年が10月19日となっています。ここ2年はアニバーサリー第1弾と同時に来ていたため、今年は来ない可能性もあるでしょう。ただ選択契約書もなんだかんだで来ることが確定したため、大抽選会にも期待したいところです。続いて大抽選会のイベント内容に関してです。このイベントがどんなイベントかというと、イベントページにアクセス、試合を行うことで抽選チケットが獲得できます。獲得した抽選チケットを使用し、欲しい賞に票を入れて抽選に当たるのをひたすら祈るイベントです。抽選チケットの獲得枚数はイベントアクセスで毎日1枚、試合で1日5枚まで獲得可能となっています。続いて各賞の内容に関してです。昨年の内容としては画像の通りとなっています。 A から C 賞は当たる確率がかなり低く設定されるため、1票ずつ入れて、あとは他の賞に割り振るのがいいでしょう。そして昨年の自分の割り振りとしてはこちらです。 A から C 賞に1枚、 D 賞の S ランク限界突破コーチに21枚、 E 賞の S ランク契約書に25枚、 F 賞のゴールド契約書に5枚という感じでした。ただあくまで昨年のデータであり、競争率や抽選チケットの枚数などが変わってくる可能性は全然ありますので、あくまで参考程度にしてください。そして大抽選会の注意点に関してです。もし大抽選会が来た場合、抽選チケットはできるだけ最終日付近に使用しましょう。最終的な票の割り振りとしては昨年に近くなるとは思いますが、イベントの終了間際以外はイベント期間内の各賞のみんなの票の推移が見れるようになっているので、どの賞が当たる確率が高いかギリギリまで見極めることができます。票は投票してしまうと取り消せないため、最終日付近に投票するのが無難でしょう。大抽選会が来た場合の完結まとめ、簡単な注意点は以上となります。選択契約書と同じく、今年は7周年のお知らせに記載がなかったため、来たらラッキー程度に期待して待っておきましょう。続いては超プロ野球ウルトラの簡単なおさらい、続報をまとめていきます。まず超プロ野球ウルトラの登場日に関してです。直近2年間のデータを見てみると、2020シリーズ2が1月10日、2021シリーズ2が1月9日に登場となっていました。2022シリーズ2も1月上旬の番組放送と合わせて登場になるでしょう。続いてガチャ形式スピリッツに関してです。ガチャ形式は画像の通りとなっており、20連目40連目が超プロ野球ウルトラの選手1人確定となっています。また40連目は自チーム確率が 50% もありますので、狙いの選手を高確率で入手することができるでしょう。スピリッツは4100となっており、スピリッツ4200のベストナインが登場する直前のため、無課金美課金の方はスルーするのがいいと思います。続いて超プロ野球ウルトラの特徴に関してです。超プロ野球ウルトラは通常 S ランクのステータスプラス1で登場し、第3特殊能力の方には激闘を持っています。特殊能力の効果としてはご覧の通りとなっており、レベル5にすれば 100% 発動するので強いと言えるでしょう。また超プロ野球ウルトラの選手をオーダーに入れると星3のコンボが出ますので、オーダーに入る選手が引ければチーム強化につながると思います。続いて無料配布に関してです。毎年超プロ野球ウルトラでは無料配布のチャンスが用意されています。番組放送中にある条件を満たせば契約書配布となっており、今年も配布は固いでしょう。前回は1月9日に超プロ野球ウルトラの登場、11日に超プロ野球ウルトラの契約書配布となっていました。ガチャを引かなくても1枚は手に入りますので、登場選手を把握しておきましょう。続いて前回の動画を上げた時点で判明していた超プロ野球ウルトラの選手に関してです。テロップでまとめるとご覧の通りとなっています。今回はこの情報プラスアルファで分かったことをまとめていきます。超プロ野球ウルトラについての簡単なおさらいは以上となります。続いては新たに判明した出場選手のヒント、選手予想、能力紹介に移っていきます。各球団2人出場選手がいるので、必ずゲーム内で登場するわけではありません。ただ登場確率はかなり高いので、欲しい選手がいるかチェックをしてみてください。まずは1人目のヒント、沖縄県出身、つば九郎が好き、野球を始めたのは4歳となっています。この情報から宮城選手と推測できるでしょう。登場した場合の予想能力としては9位から順に79、78、75となっています。デフォルト9位型となっており、称号で9位 A が決まれば使いやすいでしょう。球種の方は7球種となっており、球種的にも強いためリアタイ的に悪くはありません。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。
続いて2人目のヒント、こちらはシルエット写真のみとなっています。この写真から大城選手と推測できるでしょう。登場した場合の輸送能力としてはミートから順に65、71、57となっています。パワー型のキャッチャーということで欲しい方はいるでしょう。守備の方はメインのキャッチャー適正 C となっており、限界突破でファーストが可能です。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いて3人目のヒント、こちらは超プロ野球ウルトラという音声のみとなっています。その音声からは村上選手と推測しました。登場した場合の予想能力としてはミートから順に81、85、73となっています。ミパエかつアーチストということでリーグリアタイともに重宝するでしょう。守備の方はメインのサード適正 C となっており、限界突破でファーストが可能です。特殊能力の方はご覧の通りとなっており、広角打法がついているため打ちやすさも抜群でしょう。超プロ野球ウルトラの現時点での続報は以上になります。出場選手のクイズの正解発表は11月14日月曜日に予定されているとのことなので、超プロ野球ウルトラの公式ツイッターの方にも注目しておきましょう。大抽選会超プロ野球ウルトラの情報が役に立った方はぜひ高評価チャンネル登録などよろしくお願いします。続いて毎回恒例のイベント途中経過です。撮影している13日1時現在、 A ランク以上確定スカウトを3回引き、自然回復で進め、得点はスタミナ回復を選択している自分のイベント進捗状況としてはご覧の通りとなっています。今から動画用に少しだけエナジーを割り、累計を回収してきます。ということで勝負の累計開封に移っていきたいと思います。まず自分の狙いの選手としてはテロップの通りです。1番狙いはミパエ同地かつリアタイでも最強の高橋選手、2番狙いはキャッチャーを早めに確保しておきたいかつリアタイでも使えてくる田淵選手、3番狙いも限界突破でキャッチャーが漏れるディアス選手となっています。4番狙いはミパエ以上のペタジーニ選手となっており、上の4人が当たった場合に限界突破コーチを使う予定です。12分の4当たりの状況となっています。ということで開封していきます。お願いいたします。でランダムのね OB 契約書からたまたま高橋由伸選手が2枚出ているので、なおさらね高橋由伸選手当たってほしいなという状況です。まあ狙いっていう狙いは4人なんですけど、石毛選手パウエル選手あたりでも、まあ、限界突破コーチの使用は、まあ、検討はねしようかなと思っています。さあ誰が来る。おー、ペタジーニ選手ということで、まあ、4番狙いの選手が来たので、限界突破コーチね、まあ、2倍以上の選手は限界突破コーチね、惜しみなく使用していきたいと思います。本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。明日はゴールデングラブの発表があるということで、それについての動画を上げ、明後日はイベント攻略動画、その次には勝負のアニバーサリーガチャ動画を上げる予定です。よかったら見に来てください。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。